こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出マニュアル。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が稼ぎやすい。アマゾンが株式時価総額、世界1位になりました。アマゾンの販売力と集客力は、他のネット販売サービスと比べて突出して優れています。アマゾンを使って販売する方法を覚えれば、 初心者でも6ヶ月で月30万円稼ぐスキルが身につきます。初心者でも確実にオーストラリアアマゾン輸出を始められるマニュアルのモニターを特別価格で募集しています。あなたがあと10年以上生きるなら輸出で稼ぐスキルは必須です。令和の日本人を待ち受ける3つのリスク。人口減少。日本では稼ぎにくくなります。 一日8時間働いても普通に暮らせない世の中。それが今の日本です。そして、老後の年金。年金制度が変わりました。年金は崩壊はしませんが、当てにもなりません。年金はいつの間にか自分が積み立てたお金を受け取る制度から、集金したお金を分配する仕組みに変わっていました。つまり、老人が増えて働き手が減る未来の日本は、 どん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 年金もらえなくなると、年金支給年齢85歳とかね、もしかしたら90歳とかなるかもしれませんし、あるいはね、65歳からもらおうとすると、ディナー食べたらおしまいみたいな金額になる可能性は高いです。インフレ、貯金や個人年金の価値が激減する。政府の膨大な借金の解決策は、 インフレかか踏み倒ししかありませんハイパーインフレも踏み倒しもないかもしれません。しかし現状でも苦しい状況は続きます。もはや現状維持すら困難な状態になっています。NHK の朝市でも家計がピンチというね特集をやってました。これからの日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。日本人が 簡単に身につけられるのは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいる新たに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。日本人の生活の苦しさは低所得のため。しかし、低所得は輸出ビジネスをやる人には追い風。 なぜなら低所得のおかげで輸出する商品を安く買うことが可能になるからです。そしてオーストラリアに輸出するオーストラリア人の購買力。これは日本人が想像するよりはるかに大きいです。12月26日、ボクシングデアけ家のバーゲンの売り上げ。1日で2000億円です。日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げが1日で上がるわけです。 そして、ホリデーシーズン期間中の売上合計は1兆5000億円です。私がオーストラリアアマゾン室マニュアルを作ったわけ。間違えたノウハウやツールを普及させて日本人セラーの評判を落とすのを避けたい。普通の人が正しい稼い方を理解して実践できるマニュアル。始まったばかりのオーストラリアアマゾン。 正しい取り組み方を分かりやすく解説しているのはこのマニュアルだけです。私は再現性の高いノウハウを教えることに真剣です。初心者が使いやすいマニュアル、稼ぐために必要な情報を分かりやすく解説する使いやすいマニュアルです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン出が一押しです。安く買った商品を 高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです。中でもおすすめはオーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。物価が安い国、日本から物価が高い国、オーストラリアに輸出するビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思いますが、今の日本の物価は安いです。 一方、オーストラリアの物価は高いです。なぜなら、日本人の所得は世界有数の低さ。一方、オーストラリア人の所得は世界有数の高さだからです。日本人の年収分布で一番多いのは、年収200万円以下です。オーストラリア人の平均所得は、8万498ドル。しかも、普通は共働きなので、世帯,入世帯,入世帯収入は、 16万996ドルです。これだけ高所得でも貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアへの標準です。株や不動産の値上がりにより、今やオーストラリア人はスイス人を抜いて世界一の金持ちになりました。だからね、入ってきたお金は全部使う。そうするとこのように、オーストラリア人はなんでこんな裕福なんだと。ね、日本人は理解できないぐらい、 オーストラリア人は金遣いが荒くて裕福。ほとんどの家にキャンピングカーあるとかね、自転車高いの何台持ってるとか、楽器たくさん持ってるとか、プールがあったりね、クルーザー持ってたりと。まあ、普通の日本じゃあんまりありえないことなんですけど、オーストラリアだと、まあ普通のことですね。オーストラリア人は日本人には理解できないくらい所得が高くて金遣いが荒いです。 そんな日本には儲かる商品がいくらでもあります。例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。くっきり二重まぶたにするアイテープ。ソフトクレイン。ベイブレード。炊飯ジャー。 ヘアアイロン。プレステのコントローラー。プレステのコントローラー。コピック。プラモデルヤマト。ヤマトじゃない。ミカサ。プラモデルのパーツ。家庭用プラネタリウムのセガホームスター。ジャガポックル。サントリーヒビこのように高く売れる日本商品はいくらでもあります。 始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス。オーストラリアのアマゾンはまだ始まったばかり。初心者はライバルのいない今のうちに始めるのがチャンスを逃さないコツです。去年の6月19日、プライムサービスが開始されました。去年の9月からシドニー物流センターが稼働しました。そして本日、9月11日、 アマゾンはアウトドアガーデニングカテゴリーの取り扱いを開始しました。このようにね、どんどん扱い商品も増やしてますし、カテゴリーも増えてます。まあ、それと同時にね、えー、購入者も増えてるという形です。ちなみにオーストラリア、ね、このガーデニングで、用品店で一番大きいのは、バーニングウェアハウスという、まあ、会社なんですけど、この売り上げが8600億円、ね。一方、日本の最大手、 DCM グループ、4436億円。DCM グループって何だろうと思ったらね、d c m ホーマック DCM カーマ、DCM ダイキ DCM3 話、DCM 黒川、k デーツが経営統合されて設立されたと。要は、今までちっちゃかったとか統合して大きくなったという感じなんでね。まあそれでもオースライの半分ですからね、約。まあ日本は人口は多いけどやっぱ市場はちっちゃいと。 いうことが言えますで名前聞いたようなところだと、ねえー、東急ハンズ、ここが、えー、960億円為替にもよりますけどほぼ10分の1の、えー、規模しかないとオーストラリアの最大手に比べるとね、えー、ということが言えます、まあ、こういうふうに有望な市場のカテゴリーもどんどん増えてきますのでオーストラリアアマゾンはこれからどんどん稼ぎやすくなりますこのマニュアルにはサポートもついています だから初心者でもオーストラリアアマゾン出を始めることができます。これはアマゾンの例なんですけどね、先にサポートを受けて始めている会員さんどれぐらい稼げているか。34,454ドル。これはアメリカアマゾンの売り上げですから約380万円。これをわずか一人で稼いでます。埼玉県の方で副業で始めて本業にしました。 経歴や職人やってて、アフィリ収入がある仕事をしてて、で、別なものを転売してて、で、私のサポートを受け始めて、Amazon 出を始めたと。2014年10月からずっとサポートを受け続けていただいてます。で、Amazon に取り組んだ感想、ね、これサポート開始して1ヶ月目ぐらいに聞いた話ですけどね。まあ本当に簡単に稼げるか前つばだったと。 バレツバだったけど、まあ面白そうだなと思ってやってみたら、もう本当簡単だったと。はっきり言ってぬるいですね、というのが感想です。そして最近の悩み。これ以上稼ぐモチベーションが湧かないと。一日4時間程度しか働いてないので、もっと働いて稼いだほうがいいと思うが、ゲームが楽しくて働きにならない。誠に羨ましい悩みです。そして別な会員さん。大阪で副業で取り組んでる会員さん。22,157ドル。 まあ自営業の副業ですね。2013年3月サポート開始。他にも1万ドル、7669ドル、6828ドルと、ね。今からアメリカアマザン始めても全く稼げないっていうかね、もう退場させられるのが次の山ですけど、ただ、えー、ちゃんとした適切な時期、今具体的には2年前までに始めてれば、い、えー、だにこれだけ稼げてます。オーストラリアアマゾンは。 このアメリカアマゾンよりも売り上げも利益率も高くなる可能性が高いです。なぜならアメリカのように強いライバルがいない。ネットショップもリアルショップも大して強いライバルはオーストラリアにはいないと。ね、アマゾン独り勝ちになるのはもう目に見えてるんで、まあそうなった時ね、えー、非常に売り上げ利益とも上が,り上がりやすいだろうと。ちなみに今多分売り上げ大したことないですけど、えー 3年後、2022年の売り上げ予測が7兆8000億円というのをね、オーストラリアの経済研究所が発表しています。ちなみに日本は売り上げ1兆円なんでね、日本の7倍以上の規模になるということです。そのオーストラーアマゾンに取り組むためのオーストラーアマゾン質マニュアルの内容。オーストラリアアマゾン質マニュアルはペース配分を考えたメルマガで配信されています。まず、 銀行口座を開設次にアカウントを登録すると。アカウント登録できたら NG 商品を避けて商品を出していく。そして、購入者、あるいは Amazon から問い合わせがあったらそれに対する返事をするんですけど、これね、日本の常識で普通に人間同士だから同じだとか、ねあ、大丈夫大丈夫、日本 Amazon やってたからとか、EV やってるからとか、英語わかるからといって、えー、やり取りすると、大体、 どつぼにはまります。ね。だから、むしろ英語できない方がいいと。ま、できても、もうこの文章は来ましたと。私にコピペで送ってくれれば、私はその文章を翻訳して、この返事を送ってくださいと。ね、いう形で、え、指示をしますので、それをただまたコピペして送るだけという形で、え、やり取りします。だから、英語はできることは全くないと。むしろできない方が、ね、あの、失敗しなくていいぐらいです。 それから、転売経験者の場合、経験者ならではの注意点があります。ね、日本アマゾンとの違いと注意点。これ日本アマゾンと同じ調子で日本アマゾンの経験者かオーストラリアアマゾンに対してね、えー、連絡取ってたら多分アカウント削除になります、ね。あの、日本は特殊な国なんでね、あの、日本の常識を海外に持っていくと、大体ね、おかしな人とかクレーマーになっちゃいますんで、あの、むしろ、 転売経験何もない、輸出経験何もないという人の方が、輸入経験も輸出経験も何もないという人の方が、成果を上げやすいです。なぜなら、あまりにも習慣が違う、人間性が違う、ビジネスルールが違うというのがあるんでね、こんなのこれが当たり前だろうというのでやり取りすると、大体間違えてます。そのマニュアルは週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメールマガで配信します。 アマゾンではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。